こんにちは、こんばんは。ラコールハッピーの恋愛婚活応援チャンネル、今日も始めます。今日は男女で違う嘘のつき方、見抜き方というお話です。水曜はいつも男女の性差のお話をしています。人間が嘘をつく場合、普段より早口になり、問いかけに対する受け答え反応にしても、妙に素早く饒舌になるもののようです。早口になるのは、なんとか取り繕おうと慌てるためであり、スラスラ喋らないと疑われるのでは、と不安になるためなのですね。今回は嘘について、つき方も態度も話し方も嘘をつく目的さえも男女で差があると言います。1、嘘の男女差。1. なぜ嘘をつくか。男性は歴史的に競争社会の中で勝ち残らないと自分の遺伝子を後世に残すことができませんでした。そんな理由から男性は相手よりも自分をよりよく見せたり有利に見せるために嘘をつく傾向にあります。また面倒くさいことを避けるためにも嘘をつきやすいそうですよ。女性は歴史的に村や集落の中で子育てという役割を担ってきました。そんな理由から相手との対立を避けて人間関係を円滑に保つために嘘をつく傾向があるのです。まさに嘘も方便で人間関係を円滑にするための嘘ですから、男性よりも女性の方が嘘に対する罪悪感が低い傾向にあるのだと言います。2、嘘の話し方。男性の場合、喋っていて妙に言い直すことが多くなったり、口調がやたらと説明的で早口になりやすい傾向にあるそうです。女性は男性に比べてかなり感覚的に物事を感じているんですって。そのため嘘をつくときもこの場限りの嘘が多くて論理的な説明には乏しい傾向にあります。これにはちょっと納得なお話が。私が個人的につい先日のことです。実は YouTube 投稿していることを夫に話していないのですが、撮影の日入り口のカーテンを閉めて撮影しているのですが、なぜか反射的に鍵を閉めてしまったんですね。撮影が終わってカーテンは開けたのですが、鍵を開けるのを忘れてしまっていて、残業から帰った夫が鍵がかかっている家に私がいることを思い切り不審がって、今考えると辻褄合わない言い訳を苦し紛れに夫にいろいろ説明してしまったなんてことがありました。とっさのことって後から考えるとなんでそんなことを言ったんだろうってことありますね。全く論理的じゃない説明でした。3、嘘をついた時の視線。アメリカの大学で男女が嘘をつく時の態度について調べた実験で、男性は嘘をつく時相手から目をそらすのに対して、女性の場合、会話を減らして相手をじっと見つめることで相手からの追求をかわそうとしているのだそうです。また、人は嘘をつくと緊張や不安を覚えるために瞬きが非常に多くなるのは明らかな事実だそうですよ。4、相手の嘘を見抜く。男性と比べて女性は嘘をつくのがうまく、男性が見抜くことは難しいと言われています。ですが、女性は嘘をついているとき、相手に送るメールや LINE の単語の数が多くなる傾向にあるそうですよ。さらに曖昧な言葉も増える傾向にあるそうです。女性は女の勘と呼ばれる第六感に長けていて、男性より直感力や観察力が優れているため、嘘を見抜きやすいと言います。これは歴史的に女性が子育てという役割を担う中で、言葉を話せない赤ちゃんのメッセージを直感や観察力で理解して世話をしていく過程で獲得した能力だと言われています。これに関しては世間でも広く認められているようですね。嘘をつくことに対してやはり男女で違いがありました。おおよそのところでは男女で歴史的に培ってきた特性が違うからに他なりません。人は嘘をつくときには視線に現れます。男性は嘘をついているときは自然と目をそらすのに対して、女性は目を不自然なまでに見つめると言います。これはこんなに目を見つめて話せるんだから嘘をついているわけないでしょうという無意識のアピールからなんだそうですよ。男性はもともと嘘をつくのが女性より下手な生き物らしいです。カップルや夫婦では相手を傷つけたり欺いたり裏切ったりでつく嘘じゃなければ嘘のすべてを問い詰めようなどとせず、罪のない嘘は見逃してあげることも二人の関係を長く維持するコツかもしれませんよね。それでは今日はここまでで、また来週の水曜に男女の性差のお話をしますのでお楽しみに。今日も最後までご視聴くださりありがとうございました。今日のお話もためになったと思ったら、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。コメントなどもいただけますと励みになります。